映画レビュー。2013年5月21日。うん、アイアンマンだったっけアイアンマン3だったっけアイアンマン 4? アイアンマン 3? アイアンマン3か。アベンジャーズの続きから来るアベンジャーズが、せっかく、トニー・スタークの物語。アイアンマン3。うーん、こテレビの CM で、たくさんのアイアンマンたちがばーって集まってくるじゃん うわ、これはかっけえわ。見るしかねえよ、と。まあ、見ました。点数は、70点から75点かな。うん、ギリギリかな。ギリギリだな。内容は話せないんですけど、うん、過去作よりは俺は嫌いだな。面白さがちょっと足りなかった。トニー・スタークの物語。 見てください。がっかりします、たぶん。<laughs> 合格点はあるんですよ。映画館で見る合格点はあります。ですが、うん。悩むとこがあります。うイん。アヤマンスリー。俺と共感する人が倒れると思います。見た人。 多分うん、まあ見て損はないけどレンタルを待ってもいいかなあでもまあ見てもいいんじゃないかなあまあぜひ楽しんでください。